ータースイミングの方でロンドンオリンピックとリオオリンピックと東京オリンピックに出場しました。競技は、東京オリンピックで引退をしまして、今は競技の普及活動や強化の方に携わっています。こういうことに苦労したなみたいな。距離が長かったので、競泳時代も400、800、1500メートルと長距離種目で、オープンウォーターの方ではレースでは10キロ泳がなくてはいけなかったので、やっぱり日々のトレーニングが毎日10キロ以上泳ぐとか、レースでも10キロ泳いだりしなきゃいけないので、体のコンディショニングと、あとは疲労をいかに早く取るかっていうのが、もう日々の課題でした。なんかあれですよね、オープンウォーターっていう競技をもともとやってたわけじゃなくて、はい、それはなんかオリンピック競技、オリンピック種目になっていくから本格的にこう。そうですね、北京オリンピックからオープンウォーターの方がオリンピックの正式種目になったので、それまでは競泳の長距離の方でオリンピック出場を狙っていたんですけども、ちょっとあと少しで届かないっていうことが続いたので、オープンウォーターの方も北京オリンピックに正式種目になる少し前から誘われてはいたんですけど、ちょっと断っていて、競泳を狙いたいので断ってたんですけども、2010年に競泳の方の代表で国際大会の代表に入って、その時の国際大会にオープンウォーターの 10km が種目としてあったので、なんか競泳の代表の選手から出たい選手が出ていいよみたいな、その時の日本の選考はそんな感じだったので、ちょっと出てみようかなみたいな。そのプールで泳ぐのとそのオープンウォーターのなんか違いってすごいあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、なんかプールは一人一コースこう区切られて誰にも邪魔されないで泳げるんですけど、うん、オープンウォーターはみんな一斉に並んで、はい、50人とか60人とか一緒にスタートしてコース上に立てられた5分を回ればどこを泳いでもなので、まずこう人とぶつかるとか、ぶつかって泳ぐとか、何十人っていう集団の中で泳ぐっていう経験をしたことがなかったので、最初はそれが衝撃的だったのと、あとは外で屋外で行う競技で初めての国際大会のレースが水温が17度だったんですよ。普段プールで練習してるときは30度ぐらいの水温で練習してるんですけど、いきなり17度の海で試合に出て、その時はオープンウォーターの知識も何もなかったので、競泳水着で出て、競泳のきついシリコンキャップかぶって、競泳用のゴーグルつけて出場したんですけど、でしかもその時はまだウェットスーツのルールができて、着用のルールができてなかったので、本当に普通の水着で出て、低体温症になって再開という結果だったんですけど、初めてのレースは結構衝撃的でした。日本の中でオープンウォーター、パイオニア的な存在なのかなっていう。そうですね、日本人で初めてオリンピックに出場したので、で女子に関しては私以外まだオリンピックを経験した選手がいないので、うん、今後この経験を次の世代の選手たちに伝えていけたらいいなと思います。そのオープンウォーターもしくは、まあ、競泳のためのこう体づくりとか、まあ、競泳に関わっている中で、怪我とかでこう苦労したみたいなことがあります。こう一緒に密集のところで泳ぐので、コンタクトがあったので、最初の方はちょっと怪我とかはしてしまったのと、2013年の世界選手権で、世界選手権25キロもあるんですよ。うん、10キロと25キロと5キロ のリレーに出たんです。それ全部1日おきにあって、5日間で40キロのレース、トータル40キロのレースをやったときにちょっと肩を痛めてしまって、
それがこう競技生活最一番の最初の故障と言いますか、28歳の時だったんですけど、そのぐらいですかね。なんか練習中に故障するとかは今までなかったんですけど、それだけたくさんこう泳いで結構負荷がかかって負荷がかかってたんですね。でそういうのは、まあ、肩を痛めたでこうなんか痛くならないようにするための泳ぎとか、より効率的に、なんですかね、体力を温存しながらこう泳ぐために、工夫してやられてきたこととか。そうですね、肩ばっかりに負担がかからないようなこう体の動きの練習とか補強トレーニングとかをグリーズスポーツ科学センターのリハビリ室で教えてもらって、はい、定期的に通って、はい、この肩の痛みが出ないようにするのと、あとは補強を教えてもらって、って言ったら、だいぶ肩の痛みが出る頻度が少なくなったのと、体の動き、体の使い方とかも良くなっていったかなと思います。なんか具体的にはどこら辺をこう動くようにしたとか、面のなんかこう安定感を出す。背中と体幹を中心にやってましたね。背中っていうのは肩甲骨とか。肩甲骨周りとか、あとは結構肩が前にこう出やすかったので、はい、肩前に出ちゃうとストロークもちょっと短くなっちゃいますし、肩に負担がかかりやすかったので、はい、姿勢をしっかりと、そのための補強トレーニングとか動き作りをしていきました。はい、姿勢作りと、まあ、肩甲骨の動き、はい、もしくはこうなんか肋骨あたりのこの動きを、そうですね、胸郭の動きがすごい硬くて、はい、それはなんかご自身で自覚されてたんですか、胸郭の。なんかもともと体いろいろ硬かったんですよ。はい、よく故障しなかったなと思うんですけど。すごい強化の特にこう右の強化の動きが悪くて、はい、痛めたのが右の肩関節だったんですけど、やっぱり強化の動きが悪いと肩に、肩の方に負担が出てしまっ